ジャイサルメールは、インドのラージャスターン州に属する都市である。日が沈む頃、街が金色に輝くのが見えるのでゴールデンシティの愛称がある。人口も万8000人。タール砂漠のほぼ中央部に位置するオアシス都市である。毎年2月の満月の3日間に砂漠祭りが開催される。ラーワルジャイサル王12世紀にバティーラージプートの ラーワル・ジャイサル王により造営された城郭都市である。ジャイサルメールの名はラーワル・ジャイサルの名にちなんでいる。町の中心には7ヘクタールほどの大地上の丘があり、その上が城壁に囲まれた王宮となっている。町は東西1キロメートル、南北1.2キロメートルの城壁に囲まれており、この内部が旧市街となっている。インドから中央アジア、中東アジア、 エジプトと続く二つの主要ルート上にある戦略的な立地でジャイサルメールの繁栄にとって有利に働き、東西の中継貿易の拠点であり、高級シルクや香辛料をたくさんラクダの背に乗せて自分の領土を通過して、デリーやシンド地方に向かうキャラバンサラいたちから課税をし、税収により町は繁栄をした。 伝統的な手工芸品製造の中心地でもあり、城塞の中にある宮殿、寺院や、城外には、ハーベリー、バザール丸い小石の石畳の通りに軒を連ねてる。海洋貿易の発達や、鉄道の開通によって、キャラバンサライによる東西貿易ルートが衰退するとともに、ジャイサルメールもその映画が衰え、インドパキスタンの分離独立によって貿易ルートが、 分断されることによって、町は衰退の一途をたどり始めたが、3度のインパ戦争によって、ジャイサルメールの戦略的、防衛的重要性が増したため、インディラガンディ運河が建設されたり、250から300億立方メートルの天然ガスの埋蔵が、ジャイサルメール盆地のマノーハルチバ、タノット、ダンデワラ、シャガーで発見され、ジャイサルメールの町は復興した。 高台に立つこの城塞は金色を思わす黄色の砂岩でできており、町も同じ砂岩で作られていることからゴールデン式と呼ばれている。博物館都市などと称されることがあり、旧市街の古建築の保存されている。2013年第37回世界遺産委員会でラージャスターンの丘陵城塞群として、ラージャスターン州の6つの城塞が世界遺産に登録され、 ジャイサルメールのランドマークでもあるジャイサルメール城も世界遺産に登録された城壁で囲まれた旧市街にある小高い丘の上に築かれたジャイサルメール城何世紀も変わらないインド中世の街並みであり城内には7階建ての宮殿や12世紀から15世紀にかけて建設されたジャイナ教寺院の数々や家々が立ち並び現在でも人々が住むジャイサルメール城 標高80メートルのトリクタの丘の頂上に、ラーワルジャイサルによって1156年に建てられた。黄色い砂岩で築かれ、その後の統治者たちによって増改築がなされた。最も快適な気候は12月から2月の平均最高気温は23度から28度までで、ある。夜は澄んだ砂漠の空気が日中の暑さを消し去り、本当に寒くなり、 摂氏7度まで気温が下がることもある。ジャイサルメールの3月から11月日中の気候は、平均最高気温は30度を超える。特に5から6月は40度を超え暑くなる。ありがとうございます。